はい、こんばんは。和田です。ジュース飲みます。リスナーさんからいただいたジュース飲みながら、今日も30分だか1時間だかやっていこうと思います。はい、じゃあみんな KP。KP。なんかさ、デスクトップのパソコンの方で配信やろうと思ってたんだけど、音小さいかな。あ、どうでしょう。デスクトップの、お、ハッチいらっしゃい。ハッチ。先ほど爆笑しました。LINE LIVE。LINE LIVE ね。設定気をつけてください。お気をつけください。あえてスルーしました。ゲビース、ゲビース。まあ、それは置いといて、なんだろう、そう、デスクトップで、PC 配信やろうと思ったんだけど、なんかできないんだよね。のんたんいらっしゃい。はい、ワコニア。匿名さんいらっしゃい。ワコニアがよくわかんないけど、ワコツです。で、なんかね、ライブエンコーダーっていうソフトを使うんだけど、ライブエンコーダー何回もダウンロードして、で、起動するんだけど、起動はできるんだけど、カメラを認識しないんだよね、なぜか。それがよくわかんねえなと思って。もうずーっとアンインストールしたりとか、いろんな設定とかを見てるんだけど、やり方が載ってなくて。俺、ノートパソコンも Windows 10なの。だから Windows 10が原因じゃないんだよ。Windows 10でも絶対ライブエンコーダー使えるはずなんだけど、なぜかデスクトップの方だけ対応してないんですよ。おー、森早さんいらっしゃい、どうも、こんばんは。俺、森早さんって、絡み、なんかで見たことあるんだけど、配信者っすか？あれ、森早さんって、どっかでなんか聞いたことあるな。なんか、前から、ちょっと森早さんのサムネとか見ると、あれって思うんですよね。配信者だっけ？森早さんって。最近、コメント打つと、なんか記憶がぼやっと、どっかで会ったことあったっけなとか。なんか、いろいろ考えるんですよね。普通のリスナーさんっすか？俺が多分なんかド忘れしてるような気がする。はい、ミュールいらっしゃい。あと、会社の企画が通りまして、1ヶ月間ぐらいおとなしく働いてたんだけど、社長に動画やりませんって言ったら、企画通ったんで、職場で動画バリバリ作ります。あのね、ギフトは、まず、Amazon これ？これ、アマゾンって書いてある。これアマギフでしょ？あと、これもアマゾンだね。これもアマゾン。この2つですね。この2点です。うん。はい、たくみさんはどつ？かっこよくなってる。今日ね、LINE ライブで放送しながら、1000円カットいって、放送しながらそのまま切ってきた。で、今セットしたんだけど、まあ、2ブロックですね。かっこいい？似合う？ジャック・ダニエルじゃない。まず、これは、書類っぽいんだよ、なんか。その、便箋っていうか書類じゃん、これは。だからなんか書面が送られてきてる気がする。で、これは軽め。軽め。じゃあ、ジャック・ダニエルはまずない。で、これでジャック・ダニエル来ないでしょ。まず、重さがジャック・ダニエルじゃないっていうね。漫画かな？いや、漫画じゃないな。なんだろう。なんだと思う？書類？アクセサリー？わかんないけど。この2点が届きましたね。現金だったら神回。いや、俺結構現金もらってるよ。悪いけど。変な話でごめんね。自慢じゃない。よ、自慢じゃないよ。自慢じゃないよ、絶対に。現金いただいてますよ、はい。和道だよ、俺。なあ。俺、和道だよ。書き留めはないかな？手渡しか、振り込みかな？現金は今までは。手渡しもそんなにないけど、手渡しもらったこと何回かある。あと、ほら、お店やってたじゃん。だから、釣りやるよ、みたいな。
スプーン曲げのトリック知りたい？あ、じゃあ、スプーン曲げ今度教えてあげるよ。今教えてもいいんだけど、ネタを保存しておきたい。スプーン曲げね、ぶっちゃけた話誰でもできる。あれは思いっきりトリックあるから。もちろん、ちゃんと申告してますよ。してないとダメだよ。申告してるどころか、ちゃんと税務署にも個人事業主で届け出してあるし、申告しないと捕まっちゃうもん。たまこさんいらっしゃい、匿名さんいらっしゃい。現金もらうことが自慢なわけない。そうだよな、自慢だよな。悪いな。でもさ、頑張ってるじゃん、これ。長渕のモノマネのコツは、まず、俺は長渕の CD を一回も聞いたことがありません。音源も曲は知ってるけど、そんなにヘビーで聞いてないの。そうじゃなくて、なんて言うんだろう。桜島を背景に、桜島に俺は今いるっていう気持ちになることがまず大事だよね。あとは、ギターを背負ってるんだけど、ギターを背負ってる時に、ギターの位置普通この辺じゃん。この辺でしょ？普通の。ね。ちょっとカッコつけてる人でこれくらいなのよ。ちょっと優しい人ほどギターって下に行くんだけど、力強い人ほど上がっていくから。で、この辺。この辺で弾く。で、この辺じゃなくて、さらにこの辺で弾くと長渕になるから。うん。で、背景には桜島。桜島を背負って。もう一回行くよ。桜島を背負って、普通のギターポジション。そこから力強く、肩の筋肉を感じながら上げていって、こうね。これがもう、ここでもう長渕が始まるから。もう君は長渕だよ、すでに。うん。あとは、ちょっと昔、爽やかな声で歌っていたんだけれども、角川春樹にシャブを勧められて、役中になって、ちょっと頭がおかしくなった人をイメージしてくれってやると、もう長渕です。簡単です。うん。今から天城風やりますね。はい。お薬がだいぶ効いてる感じですよ。うん。みんな、俺は日本人としての誇りを持ってる。だからみんな、アメリカかぶれとかやめてくれ。ダメだ。日本人としての誇りを思い出してくれ。聞いてください。Close your eyes。うん。思いっきり英語じゃねえかよっていう。こういうのがいい。ここが長渕の素敵なところだから。そのうち怒られるかな。うん、バンダナとグラサンが欲しいね。バンダナグラサンが欲しいですね、本当にね、うん、怒られたらモノマネ芸人は一流ですよ。本人が怒ったら、うん、ニコ生クルーズタモリ髪切った。髪切りました。2ブロックにした。2ブロックに後ろもちょっと襟足こんな感じかな。似合う？そう？ああ、ありがとうございます。うん。2ブロックにした2ブロック。もうなんかサイド持たるの嫌だから、シンプルでいいやと思って、もうここがっつりいっちゃってくださいって言って。うん、長渕剛のモノマネで大きな筆に絵を描くパフォーマンス。あれ面白いよね。あれめちゃめちゃ笑えるよね。わかる。じゃあ、開封しますか。開封しましょうか。千円コット、いや、ぶっちゃけた話、これ俺の持論なんだけど、あくまで持論だよ。髪の毛を、ね、美容師って2、3年勉強するわけじゃん。もうその時点で俺からしたらプロ。妹も美容学校通ってたんだけど、やっぱ上手いのよ。で、さらに美容師がカット、普通の店でカットするまでに行くまでって、確か最速でも3年かかるんだよ。みんなシャンプーとかでやらされて、パーマとかからやらされるの、カラーとかから。で、その後に、夜中練習するから、もう超ブラック企業なのよ、美容室って。そこまで下積みやってるやつが下手なはずない、まず。絶対に、どんなやつでも美容師は上手い。で、本
当に1万円とかのカット、青山とかあるじゃん、美容室。ああいうのはプロが見てわかるレベルだよ。素人からしたらわからんよ。だから、ここ、あ、1000円カットでしょとか、美容師わかるもん。揃えてないとか、こう指でやったりとか、これ前坊主だったでしょとか言うでしょ。あれはもう、プロのその、作りだよね。あらかた普通にすることぐらいはできるよ。うん。クルーズから薄いと聞いて、薄くないです。薄くありません。びっちり生えてます。やめてください、そういうこと言うの。ふっさふさです。やめてください。侮辱ですよ、侮辱。はい、ということで、アマゾン、特命さんからいただきました。あざーす配信者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 よーし、開けちゃうぞー。これがね、生主やってて一番楽しい時だからな、おい。え？また、俺のこの生放送の動画をさ、YouTube で見て、俺もニコ生やろっかなっていう生主を、こう育ててるわけですよ。俺に続けよ、若い生主。ありがとう。リスナーさん、リスナーさんに愛されてなんぼだかんな。リスナーさんに可愛がられてなんぼだかんな。生主は。カッター持ってません。天城福ください、カッターで。マジ？やっべえ、超いいやつ来たよ。うわ、めっちゃ嬉しい。来た来た。箱イン箱。来たこれ。うわ、え、ちょっと待って、これ超重たいんだけど。なんでこんな、え？マジかよ。Windows 7対応してるわ。嘘だろ。Windows 7対応かよ。マジかよ。キーボードです。あざーす。いや、俺キーボードぶっ壊れてたの。なんでこんな重たいんだ、このキーボード。めっちゃ重たいんだけど。で、これ、ちょっといいやつなんだよ。ぶっちゃけた話、キーボードってさ、そう、500円とかでもジャンクショップとかで新しいの売ってんじゃん。で、その1000円とかで買おうかなとか思ったんだけど、ちょっといいやつ欲しいじゃないですか。ちょっとやっぱ、せっかくでっかいモニターが届いたから、パソコン前ちょっとカッコつけたいなと思って、誰か組んでいいかなと思って、これを天岐阜に設定してたんですよ、僕。で、このキーボード何がかっこいいかちょっとお見せしますね。これめっちゃ欲しかったやつです。いや、わかんない、メカニカルか。とにかくデザインが惹かれたの。これね、何がかっこいいかっていうと、カラーリングなんですよ。カラーリングがめっちゃかっこよくて、これ、俺のリスナーだったら、あ、そういうことかってわかるはず。わかったら、みんなコメントで書いてね。何カラーかわかったら書いて。うわ、結構いい。おお。いやー、これですよ。このカラーリングでしょ、やっぱ。今、つけよ。いきますって。もう見えちゃった。いや、これはね、ちょっと赤と黒しか買わないって言ったんだけど、赤黒かも迷ったんだけど、ちょっとこれだけは、ちょっと別の色欲しいと思ったの。もう、キーボードを Amazon で検索してて、あ、やべ、これだと思った。はい、このカラーリングでしょ。わかる？わかる？これ。わかる？このカラーリング。黒。エヴァですよ。エヴァンゲリオン。超体感いい。超いい。超いい。あのね、ボコッとしてない。ボコッとしてない。わかるかな？ちょっとフラットなの。ほら。フラットで、こう。やべえ、俺、ちょっとなんか今、ヒカキンみたいになってないですか？ちょっと、この放送なんかヒカキンみたいになってないですか？やべえな、ほんと。俺、ヒカキン超えてね、この、跳ね返ってくる感じ？あ、ここキーボードじゃない。この辺の。いや、これは100点でしょ。やべ、超かっこいい。ということで、古いキーボードをお見せします。僕が使ってる。あ、ちなみにこれ、最近届いた31インチの天城府です。ほら、これね。これなんだけど、もうカチカチ言うでしょ？これ。カチカチ言わない。
カチカチ言わない、ほら。これ。カチカチ言う。で、しかも、何が致命的かっていうと、下ボタン取れるから。俺の。もうこれで、もう下に行けなくて困ってたの。下ボタンに行けなくて、もうこれがもうすごい、あーってなってたの。もうあーってなってたの、俺。だから、キーボード、あざす。あざます。キーボード、これで俺はもうキーボードに困ることねえわ。やべえなぁ。超かっけえよ。あざまーす。こんないいやつ。キーボード、エヴァンゲリオン風キーボード、ゲットです。いや、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい、俺。はい、次。はい、今回、1点じゃ終わりません。やっぱね、ここで終わったら、自演ですから。三流生主は、だいたいここで終わるから。俺から言わせたら。俺ぐらいの一流過疎生主になると、2品届きます、はい。ということで、これ何なんだろう。これマジ謎。ぶっちゃけた話言うわ。今だから言えることがあるんだけど、キーボードはぶっちゃけ予想してたわ。教えてあげる。自演と自演じゃない違いは、まず生主って絶対貧乏なの。で、5000円以下の商品をプレゼントだーとか言ってるやつは絶対自演だから。単品で1個しか届かなくて5000円以下で、やつは全部自演だから、俺から言わせたら。だいたい一流の過疎生主は2個届くから。これ覚えといて。うん。顔でかく見えるよね。うん。でも俺めっちゃ小顔だからね。アムロナミエか和道かって言われてるから。うん。いや、今一流の過疎なのってか、多分、俺今過疎だけど、多分ね、過疎界のトップにいて、今、過疎がイライラしてるはずなの。過疎生主が。くっそーみたいな。ワド、俺の居場所奪いやがって、みたいな。もうすぐ中堅行くから待ってて。うん、組みたいにいらっしゃい。まあ、100人未満が、累計来場100人未満は過疎ですよ。うん。うん。チンコのこと言わないでください。さあ、いきますよ。グラフィックボード。はいはいはい。はあ。基板って軽い。基板って軽い。グラフィックボード。過疎界の王だよ。なんだろうね。過疎だけど名前は売れてる。名前はぶっちゃけ、純大手ぐらいのネームバリューあるんだ。ぶっちゃけた話。むっちゃ軽い。うん、どうなんだろうね。どれくらいの、あれなんだろうね。今、俺は。うん。でもね、最近思ったけど、俺、なんか、ツイッターにも書いたんだけど、ぶっちゃけた話。なんか最近口癖のように、キャスに行ってダメになってから、いや、俺、大手狙ってないから、コミ人数とか、じゃねえからって言ってたけど、俺ね、やっぱ大手なりたい。もう自分に嘘つけない。俺ね、有名になりたいわ。ちやほやされたい。でも、そうじゃない自分が悔しいから、いや、人数じゃないんで、うちは、みたいな。敷居高いんで、みたいな。完全予約制ですから、みたいな。そう、そういう心は大事だと思ってる。うん。いや、担いでくださいよ。やっぱね、やっぱダメだわ。俺はね、配信で飯食いたいし、大手になりてえわ。本当に。うん。頑張るよ。中堅どころ、そうだね。うん。中堅どころ、不甲斐ねえな、ほんと。今のニコ生って中堅が押し上がったっていうよりも見るものがなくて仕方なくその人に集まっちゃってるっていうのが事実だと思うから闇サノッチ表しあたりはちょっとしかも天狗になってるからあれはねあの3人は考えた方がいいよちょっと反省した方がいいあの3人絶対痛い目見るから特に今一番やばいの闇将軍
あいつガチで痛い目見るの、そろそろ。あのね、サノッチとアラワシはね、まだ大丈夫だと思う。闇将軍は完全にアウト。はい。ということで、開けていいかな、そろそろ。残り10分。開けますか。行きましょう。ということで、ありがとうございます。開けさせていただきます。アマゾンってすげえな。ここピラって開けるところあるんだね。ここ。今痛い目みたいななんかあったの？ゆいかさん結構そういう人フェアだからね。マジで？ちょっと待って、これ、初めてパターンなんだけど。え、嘘？やべえ、どうしよう。初めてパターンなんだけど。なんだと思う？なんだと思う？予想でいいわ。あ、ちょっとこじゃれてる。あ、これ、嬉しい。マジで。そう。自演、あ、レゴはあれ自演じゃないよ。あれ、レゴをくれたのリスナーさんで、しかも女リスナーだよ。うん。ロレックス、ロレックスなわけねえだろ。ロレックス届かねえだろ。しかもさ、ロレックスっていう発想が古いから。今のさ、30代以下のやつがロレックスつけるか？うわ、めっちゃロレックスのシーマスターじゃんとか言わねえかんな。お前いくつだよ、ほんと。メガネじゃないね。メガネは送るかい？度が合わねえだろ。度が合わねえ。気が利かなすぎだろ。ピアス、パズル、メガネ。パズルってどんだけ小さいんだよ、このパズル。パズルじゃない。あのね、バカラのグラス、この入れ物に入れねえだろ。うん。いや、ある意味、これは、じゃあ、二つ入ってます。同じものが。同じものが二つ入ってて、こうなってます。もう答え僕見えてますから。答え見えてますから。これなんだと思う、これ。これ、おい、抗がん入れねえだろ、こんなところに。アマゾンで抗がん売ってねえわ。おい、これだよ。デパツとか、なんなんだよ。コンドーム？コンドーム面白いな。あざっす！アマゾンカードでございます！アマゾンカードでございます！やべえな、おい。あべえな。俺、ちょっと俺、下水顔してねえか。下水な顔してるだろ。下水だろ。なんていうの？アマゾンのカード。だから、これで買い物できちゃう系？ちょ、待って。これ、アマゾンカードでしょ？しかも、可愛いのが、この箱でアマゾンってちゃんとほら、可愛くね？これ、ちょっと、可愛いんだけど、ほら、アマゾンって。これ、可愛いよね。この箱で。この箱で暖房を作りたいんだけど。正直一番嬉しいとか言って。あ、これでこれでグラボ買えばいいんだ。そうだよね。これでグラボ買えばいいんだ。バーカ。グラフィックボード、もうリスナーさんがあげるって言っとるわ。過疎界の王様。過疎の中で今、一番有名な生主。I am カソ。Nice to meet you. かっけえわ。あざます。カソキングって名前いいな。カソキングいいね。これやばいでしょ。ほら。しかもこれマグネットで止まる、これ。マグネット。アマゾンどんだけシャレオツなのよ。マグネット仕様なんだけど。いや、これやばいっしょ。いや、ニコ生戻ってから超可愛がられてんだけど、俺。2個目。はい、1万円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 見て、俺のこと。見てる？ルックミー。1万円。これが生主。わかる？これが生主。ルックミー。俺多分、今、アマゾンの1万円に囲われてて、俺今めっちゃイケメンなはず。
多分普段より7割増しで、俺今かっこよく映ってるはずだから、うん、めっちゃイケメンになってるでしょ。これが金の力だから。うん、そうなんだよね。ありがとうございます。ということで、今回は、Amazon のギフトカードが、2枚。5000円分2枚いただきました。5000円分2枚ね。はい、キャプって、はい、キャプって。はい、はい、ツイッターで。はい、サノッチと、アラワシと、闇将軍に、あ、ワドーは、お前らより人数ないのに、全然囲われてるわ。ワドーほんとかっけえわ。お前らダッセーな。お前ら甘ギフ届くのってみんな煽ってきていいよ。はい、キャプって、キャプって。はーい、はい、キャプって。はい、チーズ。はい、オッケー。あの雑魚どもに、雑魚どもに、ちょっと、あの、囲われてね、ゴミみてえな、キッズどもに囲まれて、チヤホヤされて天狗になってる奴らに、ちょっと説教かましてきて。はい、キャプリタイム。はい、キャプリタイム。はい。はい、終わり、はい。これ、過疎生主に夢を与えたでしょ。過疎生主に夢と希望を与えたわ。リスナーさん、あざす。ありがとうございます。ということで、オフィシャルホームページにはですね、リスナーさんから今まで、いただいたプレゼントを公開してますので、今回、Amazon ギフト券、箱2つと、キーボードを、載せたいと思います。ほんと、いや、ほんとね、なんだろうね、ニコ生って。あんなに嫌いだったのに、なぜみんなこんな可愛がってくれるんだろうな。あのね、だから教えてやるよ。まず、Amazon を自演しません。ポイントを自演するやつ俺見たことない。で、まず、この5000円っていうのが2つ。これがリアル。これがリアル。1万円ポイントをインターネットで買っちゃうでしょ。これがリアル。これがリアル。キーボード。これは、ちょっと自演の匂いがした。ぶっちゃけた話、これ1個だったら、俺は自演だって言われた時、ぐぬぬしか言えなかった。ぐぬぬしか言えなかった。でも、これ3つ届くっていうのが、この自演じゃないことを証明してくれてる。これが、違いだよ。スカイプ ID を教えて、送りたい動画がある。ひなりの乳首じゃねえだろうな、まさか。おい。俺、ひなりの乳首マジ見てえから。ああ。ひなりの乳首の動画何回、ツイッターでエゴサーチしても出てこなかったから、マジへこんでっから。おい。ひなりの乳首か。ワンワンの乳首だったらいらねえかんな。おい、速攻送ってくれ。マジで。ひなつく、俺見逃してっから。マジ頼むぞ。ひなつく。はい、ここです。ということで、以上で放送、今日の放送終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。うん、ね、リスナーさんに愛されてるね。じゃあ、キャス行きまーす。はい。キャス行きまーす。お疲れ様でーす。はい。もらうもんもらってキャス行きます。だってお前ら、もう、あれじゃん。叩くじゃん。うん。お前ら叩くじゃん。だから、もらうもんをもらって、いいところで、囲われに。キャスでも自慢したいし。うん。もう一回箱詰めしてやり直すから。ガムテープ自分で貼って。うん。もう一回キャスでやり直すから。うん。ふふふ。死ねしごめんってやめろ、マジで。うん。賢いだろ。2倍美味しいから。うん。はい、キャス行きまーす。じゃあみんなありがとうね。また明日。お疲れ。おつでーす。おつおつー。おつおつー。ありがとねー、みんなギフト。お疲れ。おつおつー。うんこ投げんねー。うんこ投げんな。うん